はい、皆さんこんにちは。キーです。汗だくです。暑い、マジで何もやってないのにさ。いきなりなんですけど、じゃーん、画面収まりきってないんですけど、キッチンカー買っちゃいました。パターが荷物とかいろいろ入れてるんでちょっと見せられないんで後で進むんですけど、これなんで買ったかっていうと、まあ、コミちゃんといろいろちょっとお話してて、話してた時にキャンプ場でドリンクとか食べ物とか料理とかいろいろ作ったりなんか出したりしたいねっていう話を2人してて、今の受付のあの建物だと水道とかそういう調理する場所がないんで、料理とかねそういうドリンク作ったりとかができないんで、とりあえず、まあ、これを買いました。こんな感じでちょっとまた後で後ほど紹介します。まあ、って言ってもね、移動するんで多分次の日とかになっちゃうかもしれないです。ちゃんと紹介するの多分真っ暗になっちゃうんで、まだコミちゃんに買ったって言ってないんでびっくりすると思います。突撃したいと思います。じゃあ行ってきます。あー、閉まってたぞ、全部閉まってた。ちょっと今走ってですね、いろいろ思うところがあったんですけど、これちょっと高さあるんで結構ね走ってて揺れがすごいんですよね。ちょっと疲れたんでちょっとご飯食べてきます。いやー、お腹すいた。キッチンカーは今までにない感覚です。今日の夜飯はラーメンでーす。おー、うまそう。実食。やっぱ味噌でね、私ラーメンの中で味噌ラーメンが一番好きなんです。ここに来るまで集中して運転してきたんで疲れてますね、いつもより。またここからね、まだ距離があるんで、もう一度頑張りします。探すのがね、ちょっと大変だった。いろんなとこを探したんですけど、なかなかなくて、完成するまでに時間がね、やっぱりかかっちゃうみたいで、だとちょっと間に合わないなっていうのがあったので、なるべく早く納車できるところで、でかつ、自分がいいなと思うやつをね、やっと見つけられたって感じです。車中泊してる K の車あるんですけど、クリッパーっていう車なんですよ。でこれクリッパーなんです。まさかのダブルクリッパーよ。最初からこのベージュカラーに装飾してあってめっちゃ可愛いと思って、もう一目惚れでこれがいいなってなって、そしたらクリッパーだった。高速とか初めてねこれでね乗ったりしたんですけど、やっぱちょっと煽られる、だいぶ高さがあるから、そんなにスピード出してなくてもこうなんだろう、風の影響すごい受けるから、結構ね気をつけて走んないとちょっと危ないかもしれない。ゆっくりでもちょっと怖いから、さらにね気をつけて走ってます。脂肪分解痩せる祭り。去年とかも出たんですけど、コミックマーケットっていう、まあ、東京のビッグサイトで行われてる、まあ、同人誌作ったりとかしてそこで販売とかしたりするんですけど、これ今年もね抽選で当選したので、いろはラーメンっていう名前で私もサークルとして出ます。新しいグッズとかね、あと同人誌、まあ、それも出したりとか、まあ、コミケならではのセットみたいなのも販売しようかなと思ってます。まだ、あ、頑張れ頑張れ、はい、頑張れんそう頑張れん、諦めないで見えてくる遥か空の彼方。
ちょっとまあ今まであのキャンプ場の場所とかね言ってなかったんですけど、キャンプ場が長野県になります。そう、なかなかちょっと言えなくてごめんなさい。標高がねちょっと高いところにあるんで、夜とか涼しいんですよ。夏でもそんな寝苦しくないと思うんですよね。まあ動画ね今まであの見てる人はわかると思いますけど、景色も綺麗だし空気も綺麗なんで気に入ってます。コミちゃんキャンプ場にいるっぽいんで、キャンプ場でねおそらく作業してるんで突撃です。いよいよ、あ、クリッパー頑張れ、クリッパー頑張れ、クリッパーやっぱ受け継いでるな。こういうコーナーっていうか、ちょっと緩いワインディングみたいなね感じがのところの先にあるんで楽しめると思います。バイクの方は特にね。だからといってちょっと危ないんでね、飛ばさないでくださいね。ちょっと信号がないからね飛ばしちゃう人いるかもしれないんですけど、安全に楽しく走ってください。あれ、いねえな。あれ、コミちゃんいない。あー、コミちゃん疲れさん。レンタカーですか？買っちゃった。買った、また車買ったですか？しかもクリッパーじゃないですか？よくわかりました。好きなんですね、クリッパーが。いや、なんか運命の出会い。キッチンカー、キッチンカー、なんかそういうのできたらいいなみたいな喋ってたじゃないですか。だから作ったばっかりなの。あ、まあ作ったけど、キッチンカーも、キッチンカー、ドリンクとかもなんか提供できるじゃないですか、はい、あの冷蔵庫も入れられるし。行動が早すぎる。この間も俺、はい、あのプレゼント作ってるんです、はいはい、お金ないって言って、はい、お金どうしたんですか？あ、お金なかったからあのローンにしちゃった。ローンで借りて。いやー頑張るしかないですね。まあ追い打ちかけてキャンプ場成功させたいなって。これあればみんな喜びますよ。喜びますよね。ちゃんとあの中も3層にしてもらったんで、あの手洗い場もつけてもらって軽食できるように。行動が早いんですよ。じゃーん、でかいですね。換気扇はこんな感じです。中いい感じなんですよ。かけて、で冷蔵庫もついてる。あ、そうなんですよ、冷蔵庫ついて、そう、冷蔵庫ついてる。冷凍庫付きで、そう、ちょっとあそこ開くんでちょっと開けてみますね。いらっしゃい。うわ、すげえ、本当にキッチンカーだ。すごくないですか、ほら。めちゃくちゃ広く見える。水道も頭つかないんですよ。すげえ。だからこうやってここで、で、1、2、ちょっと見えないと思うんですけど、ここに3層目の、はい、3層目のがあって、これ手洗いですね、ちっちゃいやつ。で下がね開いてるんで荷物ここに置きて。めっちゃよくないですか？これで何するんですか？これでカクテルとか。ああ、いいじゃないですか。オリジナル軽食も作りたいなと思ってますけど、はいはい、私キャラクターいるじゃないですか、はい、だからなんかキャラクターにちなんだ料理とかなんか作れたらいいなと思って。いや、すげえわ、行動がやばいんですけど。ちょっと入ってみて、くみちゃん。いや、そうですね、ちょっと入ってみて。全然、我々はもうちょうどいい。ちょうどいいです、ちょうどいい。換気扇もついてるんで、電気通せばライトも。そうなんですよ、ライトがもともとそれついてるんでめっちゃ助かります。たこ焼きもできますね。たこ焼きもできます。あとはちょっとなんかメニューとかもまだ全然考えてないんで、これから決めようかなっていう感じで、とご協力お願いします。わかりました。メニュー表とか置いたりとか、なんかあと装飾とか軽くイメージだけ買ってきたんで、後でちょっとやってみようかなと思います。行列できないですか？行列ですか？ここにいるお客さんしか基本的にはお祭り出たり。お祭りとか、あ、いいっすね。出させてくれるかな、お祭り。地域のお祭り地域のいいですね。子供たちとかなんかみんなで交流できればいいですよね。水ちょっとタンクあるんで、ちょっと水通してみたいんでやってみてもいいですか？やってみましょう。ちょっと待って、手届かない。もっと。よし。オン。はい、行きますよ。ぎゅー。真の力を。いやー、開通出ました。ちゃんと出ます。こちらも出るんですか？あ、こいつ。おい、バッチリです。このモーターが吸い上げて、ね、で、こっち排水ですね。いや、最高。あ、結構暗くなってきたんでちょっと装飾します。
あれ無反応え、寝てましたよ。いやもうちょっと今日暑くて寝てた。夏バテしちゃってもうそんなちゃんとしたデコレーションはできないんですけど、今日はちょっとやります。ネビロッチアイテム少ないんすよ、めっちゃ。あ、ダイソーでとりあえず買ったから全然ないんで。ここにやっぱすごいの書くわけですねポスターみたいなのかけてやりたいんですよ。あとこの外に、そう、 A 型看板をここにやりたいなと思って。そう、これはすげえちっちゃい。これを貼るテープはあるんだよ、ここに。薄いんだよ。どこに貼るのかわかんない。どこに貼ればいいんだよ。親方教えてくださいよ。え、これ貼っていいんですか、これ。じゃあどこに貼るつもり？どこに貼るつもり？この辺かな。うん、いいんじゃない？これ届く？これまずネジネジ取って。うん、届かね。見とけよ。見とけよとか言ってけよとか言われたんだけど、なんだよクソって不満があんの？それうまくいかんじゃない？よいしょ。それさ届く？ここね。うん。え、ついてる？え、弱くね？なこれ。え、光ってんのそれ？本当に？こう押さないとね。おお来た。それいいかも。キッチンカーっぽくなった、うん、半分の電源届かなくね。おい、うん、まあ、長さ違うのとかいろいろ突っ込みポイントあるけど、まあなるほどね。これもあるから電気。なんだよこれ、なんだよこれ、張りぼてじゃんかよこれ。パッと見わかんないかなと思って、ちょっと一回さ、ちょっとやってみて。あとこれブラあ、やばいやばい、あ、後ろ見えちゃった、後ろ見えちゃった。そう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 、分かってるじゃん。それそれそれ、ちょっとなんか変だな。もう一個もう一個もう一個。これ長さ違えんだもんね。遠目から見ればいい感じ。こうでしょう。あ、分かんないわ。引きで見たら分かんない。いや、採用じゃないけど。種類違う電気の方がいいかなと思って買ったら、まさかの、あの半分に切れてた。半分に切れてた。プラカップもデザインをプリントして、あのキャラクター描いたやつを作ろうかなと思ってるところです。むず、初めて。何種類あるんですか？たまに俺が描いたうなぎとかあ、こみちゃんうなぎ、神山さんが描いたうなぎもたまにランダムで、もしかしたらジョーカーで、はい、手書きで怒られちゃうかもしれない。敵がタッチ、やばいやばい。これじゃないですよ、皆さん安心してください。カップとかなんかいろいろ作って、それでドリンクとかお酒とか提供したいなって思ってます。あ、ちょっとあの飲み物いいですか？ちょっとこれ見よがし。これいくらですか？何しようかな。怖え。400円。400円。まあ400円か。氷なし。氷なし。氷なし。景色を見ながらの。いやー、いいっすね。キャンプ場の上の方でこう景色見ながらやるのがもう理想だからめっちゃいい。これでみんななんか、はい、ドリンク飲んだり軽食食べたりでなんかゆっくりできたらいいっすよね、はい、メニュー考えないと。これさ、本当にちゃんとやりたいから、保健所の免許取ってきて。取ってきて。え、いや、取ってきて。これが、うん、今チッて言ってんの。こっからじゃあ。チッて言ったよね。言ってないっす、全然。はいって言ったんです、はいって。いやー、言わず。はいって言いました。言いました？言いました。なんか雇ってからさらになんか当たり強いんだよなぁ。って入ったらこっちのもんですからね。うわ本性だよ。皆さんお待ちしてます。ブラックコミヤマンが待ってるから。朝食はこういう感じで、うん、ちゃんとそう営業して綺麗にやります。メニューも考えて、はい、メニュー考えてドリンクとか軽食とかもちょっと考えて作ろうかなと思ってます。あと皆さんがなんかこういうのが飲みたいなとか、こういうのが食べたいなとかあったらコメント欄に教えてください。ちょっとそれを実現できるか 100% ちょっと分かんないですけど、できそうなのがあったらちょっと参考にさせてもらうかもしれないです。じゃあ今日疲れたし、帰りましょう。帰ろうもん。閉店します。じゃあはい、締め作業ね。あ、絶対。なんだその言い方、うん、口悪いぞ。早くしろ早くしろ早くしろ。ほら、言葉悪いんだけど優しい言い方だから全然きつく聞こえないんじゃない。もうちょい厳しくまだ遠慮があるから。もう特にないと思ってたわ。
あこれも充電しとけよ、これやっとけやっとけ、充電しといてよ、やっとかないと営業大変だから。ぶっちゃけこれよりやんないといけないこといっぱいあるんだよ。逆にこんなことやってられないっていうぐらい。そう、他にやることいっぱいあるんです。そう、実はちょっとそれもやりつつ頑張ります、これからもね、はい、完成の動画がもう出ますんで、よかったらそれも見てください。やっと言えるんで、全貌を長かった、長かった。でも短い方だよね、キャンプ場作る激短。普通1年半とかキャンプ場作るのって。1年ぐらいはせめて、最低1年5ヶ月で、5ヶ月ぐらいで皆さん遊びに来てください、はい、ブラックコミヤマンとデスアッキーが待ってますんでお待ちしてます。じゃあね。